図書館へ来たのはいいでござるが、もぬけの殻でござるな。どういうことでござる？ん？あれは賞金首の大悪党ラグナザ・ブララグナではないか。どこへ向かっているでござるか。仕方ない、男らしい行動ではないが、少しつけてみることにするでござる。まるで迷いがないがごとくずんずんと進んでいくでござるな。何か目的があるのでござるか。ん？エレベーターで下へ？どういうことでござる？この先に何が？ええ、考えても仕方ないでござる。やっと着いたでござるか。やたらと長かったでござるな。一体拙者はどこまで降りてきたでござるか。大悪党ラグナを見失ってしまったではないか。しかも何でござるか、このおどろおどろしい場所は。うん、こうなれば拙者得意の宿地の術でしらみつぶしに探してみるしかないでござる。もう、そろそろ見つかってもいいはずでござるが。うん、あれは兄さん、ダメだ。兄さんじゃダメなんだ。ジン、てめえが何を考えてるかは分からねえがな、俺のことは俺が決める。てめえにいちいち心配される筋合いはねえんだよ。兄さん、逃げも隠れもしねえよ。てめえとはしっかり決着をつけてやるから安心しろ。兄さん、くそ、この足さえ動けば。なんだ貴様は。ジン・キサラギでござるな。だからどうした。僕は貴様などに構っている暇はないんだ。覚えてすらおらぬか。何を言っている。僕は貴様など。ジン・キサラギ、拙者武士の心はあろうとも貴様にかける情けはもはやござらん。何？貴様が手負いでござろうとも、殿の仇今ここで取らせていただくでござる。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action! ドーリエ！サウルトーテム！トウ！トレオタッシュ！ワタ！バーン！トレオタッツ！トウ！少しはいい。ワタ！スキアレ！まずいでござる！ドーリエ！トウ！ミュッシュ！サウルエ！トレオタッツ！ドーリエ！サウルエ！トレオタッツ！ケビとこうするのだ！サウルエ！少しはやるよ。ここからでもかかってこいでござる。シガニンボー究極ウィンクンディンカザー終章打点カウンチェスイッチ打点カウンチェスイッチバカー終章客の終章打点終章終章スキアリー超こっちどうぞか。ここで会ったが最後、殿の敵討たせていただく。殿とイカルガの民の痛みはこのようなことで晴らせはせぬ。たとえ拙者が下道に落ちようとも、とどめを刺させていただくでござる。誰でござるか。
お主は。ダメ、ここでその選択をしてはいけないの。だが拙者は。お願いです。確かに拙者らしい選択ではなかったでござるな。そうだな、すまなかった。お主が誰かはわからぬでござるが、目が覚めたでござる。なんでござるか。なんていうこと。遅かったのですね。どういうことでござるか。規定外コンティニアムシフトの発現を確認。システムエラー、タイムパラドックスを確認。システムは第749フェーズに移行。強制的に事象連続をリセットします。なんでござるか。この声は。世界が消える。リセットシークエンス完了。システム再起動後復帰します。助けてくだされ、心得博士。ようこそ、迷える子羊諸君。ここは第七機関の天才科学者ドクター心得のラボだと見せかけて、その実態は教会に一時的に存在を定着させることができる空間だ。まあなんだ、簡単な話が謎空間、あるいはご都合空間だと思ってくれればいい。ぶっちゃけると、各トゥルーエンドにたどり着けなかった子羊たちのための理想郷だ。アバロンだ。ヒントなんかいりませんっていう根性値120の人々と、隠し要素出したいだけの格ゲー中と、攻略サイトでフローチャート見てまっさーせんな人々はスキップして構わないぞ。よろしい。では本日の迷える子羊よ、入ってこい。心得殿。なんだお前、というか初対面のはずなのに妙に慣れ慣れしいな。そして噂通りうるさいな。ちなみに出口はあっちだ。いやいやいや、ここにたどり着いたのも何かの縁、何か作為的なフラグ分岐によって運命的な出会いを演出された気もするでござるが。安いナンパみたいなセリフだな。実はお前遊び人キャラか。違うでござるよ、誤解でござる。拙者はそんなハレンチなことはしないでござる。それは私に運命とかほざいてもてあそんだ挙句捨てるのか。あれは口が滑っただけでござるよ。からかうとやかましくてうざいな。ああそうだ、言っておくが、私は酢豚にはパイナポーを入れる派だぞ。なんと。あとドライカレーにレーズンも入れちゃうぞ。そんなものは食べ物とは認めないでござる。お前ライチがもしそうだったらどうするんだ。食べた後に切腹して果てるでござる。微妙に男らしい感じだな。それよりも心得殿。なんだよ、うるさいな。拙者殿の敵討ちを果たしたはずでござるが、何故にこのような場所に。ああお前スイッチ踏んじゃったんだろ。スイッチ。ああ時空が歪みに歪んでるのに英雄を殺しちゃダメだろ。英雄とは神キサラギのことでござるか。あやつは英雄などではござらん、ただの人殺しでござる。性格に多少の問題はあるが、立場的にそうなんだよ。あいつが死んじゃうと黒き獣の天敵が消えちゃうんだよ。では拙者はいつ奴を倒せば。そんなことは知らん。そうでござるか。そもそもだな、役割とかの話の前にダメなことが一つある。ダメなことでござるか。お前不意打ちしただろ。汚いな、
さすが忍者汚い。誤解でござる。ついたまたまむしゃくしゃしてやってしまっただけでござる。やってるんじゃないか。すまぬでござる。まったく、最初から素直に謝っておけばいいものというわけだ。不意打ちはお前らしくないだろ。そうでござるな。ここの江殿の言葉しかと胸に刻んだでござる。まあそういうわけで頑張ってこい。あとで浪人街宛てに生ハムメロンを大量に送りつけてやるからな。勘弁してくれでござる。